所有権保存登記とは登記の対応の一つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や食卓による場合のほか、職権で登記される場合もある。本校では、不動産登記法における所有権保存登記及びそのま消登記について説明する。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。 登記の目的及び原因とその日付登記の目的は所有権保存とする。不動産が共有の場合でも同様である。登記原因及びその日付は敷地権付き区分建物につき法74条2項の所有権保存登記を申請する場合にのみ記載しなければならない。具体的には平成何年何月何日売買などと記載する。 根拠条文所有権保存登記の申請権者は限定されているので、その資格がある旨を記載しなければならない。具体的には、申請日と組み合わせて、平成何年何月何日、か、法74条第1項第1号申請などと記載する。添付情報登録免許税登録免許税は申請情報の一つである。敷地権付き区分建物か田舎で算出方法が異なる。 なお、破数処理など、算出方法の通則については、不動産登記、登録免許税を参照。登記官は、表題登記がある、不動産について所有権保存登記をしたときには、表題部所有者に関する登記事項を抹消する、記号を記録しなければならない。表題部所有者またはその持ち分についての変更登記はできない。ただし、構正登記はできる。一方、 表題部所有者の氏名もしくは名称または住所については変更登記も構成登記もすることができる。所有権保存登記のみがされており、所有権移転登記がされていない場合には所有権、保存登記を抹消することができる。また、所有権保存登記の抹消登記は共同申請ではないものの、法63条1項に準じて申請な所有者が、 確定判決により単独で申請をすることができる10月14日民、高百8 6 9号通達。登記の目的は、一番所有権抹消のように記載する。登記原因及びその日付は、昨後または、無効のように記載する。日付を記載する必要はない。登記申請人については、単独申請であり、申請人として所有権登記名義人を記載する。法人が、 申請人となる場合以下の事項も記載しなければならない。添付情報は、登記原因証明情報、所有権登記名義人の登記識別情報または、登記済証及び署名申請の場合には、印鑑証明書である。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。なお、抹消登記を申請する場合には登記上の利害、 関係人が存在するときは、その承諾が必要であり、承諾証明情報が添付情報となる。この承諾証明情報が書面である場合には、原則として作成者が記名要因し、当該要因に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に、 印鑑証明書と格別に記載する必要はなく、作成後3ヶ月以内のものでなければならないという制限はない。登録免許税は不動産1個につき1000円であるが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である。登記の目的は一番所有権抹消のように記載する。登記原因びその日付は、昨後または、 無効のように記載する。日付を記載する必要はない。当期申請人については、単独申請であり、申請人として申請な所有者を記載する。当期名義人も記載しなければならない。法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。添付情報は、当期原因証明情報たる確定証明書のついた判決証本である。法人が、 申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。所有権等記名議員の登記識別情報、印鑑証明書の添付は不要である。なお、承諾証明情報に関する論点については、通常の場合と同様である。登録免許税は、不動産1個につき1000円であるが、同一の申請書で20個以上の不動産につき、 抹消登記を申請する場合は2万円である。抹消登記は主登記で実行される。また、登記官は登記を抹消する際には抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない。また、抹消にかかる権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の 権利に関する登記を抹消する旨及び登記の露出規備を記録しなければならない。抹消登記を実行した後は、登記官は原則として、登記記録を閉鎖しなければならない9月2日民、項2163号回答。ただし、七74条1項による、相続人名義の所有権保存登記または七74条2項による所有権保存登記を抹消した場合は、 投機記,記録を閉鎖せずに表題部所有者の投機を回復しなければならない2月25日民千八8 5号通達。ありがとうございます。